ほーエミネです。はい、見て、髪の毛を切りました。嘘、定期的にやってたウィッグです。これシーンのウィッグなんだけど、なんかこの間さ、ドンキでウィッグ買ったりしたけど、シーンのウィッグがやっぱ一番いいかも。前髪切ったりせんでもよくて、かわいくね。でもね、これ帽子かぶんなかったら頭がえげつないでかいの。帽子かぶったらなんかいけるよね。この間ゾゾタウンで買った帽子なんだけど、前回ゾゾタウン購入品のお洋服を紹介したと思うのね。だから今日はゾゾタウンで購入したコスメを紹介していきます。コスメがお洋服の何倍もの用意になっちゃって分けざるを得ない状況になっちゃったので、今回紹介していくんですけど、たっぷりゾゾでさ、コスメ買ったことなかったかな。今回ディオールとかデパコス系のコスメとか多めに買ってみたんやけど、ディオールとかってさ、東京だけかな、他の県とかもそうやと思うんやけど、もうさ、常に大行列じゃん。マジで買えないの。アットコスメで買うとかしかできんくて、でもアットコスメもなんか人気の色とかほとんど売り切れてて、マジで買えた試しがないのね。だからさ、ZOZO で買えてめちゃくちゃ嬉しかった。アットコスメとか色見れるようなところ行って色だけ見て ZOZO タウンで買うみたいなのがなんか一番早く買えるかな、なんか確実かなみたいな。アイシャドウとかも買ったからさ、塗りたいなと思ったからまつげは申し上げてて、ポイントメイクはまだ全部は終わってない状態で、ちょっと薄メイクから始めていきます。どん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 コスメが逃げていく。はい、なんでね、今日ねウィッグかぶったかというと、もう私といえばさ、黒髪って青みメイクみたいなのがさ定番すぎて、同じ人がさ同じようなコスメばっか紹介してても面白くないかなと思って、だからたまにはこうやってガラリと髪色とか髪の長さとかこう変えたりとかした方が面白いかなみたいな。あとは普段参考にさしてくれてる子たちも、普段私に髪型近かったりするかもしれないけど、もしそういう子たちが髪の毛切ったり染めたりした時も、あ、こんな感じなんやってこう参考にしてもらいやすかったりするかなと思って、たまにはねこういうちょっと大幅ゆめちゃんをウィッグとかかぶって動画撮っていこうかなって思います。普通にね、私も自分の動画見てて、黒髪でさ髪長い女がさって言ってんのもちょっとなんか飽きたなみたいなって感じで、髪短いのいい、なんか楽だね、めちゃくちゃ楽。切ろっかな。インスタでさ、切ろっかなって言ったら、切ない方がいいよっていう子が半分、切ったらいいんじゃないっていう子が半分、悩むよね普通に。はい、ってことで紹介していきます。じゃあまず、じゃん、スナイデルホームじゃねえよ、スナイデルビューティーのスキングローブラッシュのチークを2色買った、10番と5番を買ったんだけど、スナイデルビューティー買うのは初めてかもしれない。でも色味とかさ、質感とかも全部ロストライクで、いつもさルミネのスナイデルビューティー行きたいなと思うけど、並んでてなかなか買えなかったんですけど、じゃん、かわいい。こっちが10番、まあ割と健康的な感じのカラーだから、黒髪でもブラウンカラーでも明るめのカラーでもオールジャンルの結構幅広い肌の色の方に似合いそうなカラーかな。でこっちがベビーピンク、なんか結構やばい赤ちゃんみたいな可愛い系の肌になりたい人とかが良さそう。でどうしよう、どっちかつけたい。今ねチーク何もつけてないから、どっちが似合うかな。でも後で出てくるコスメたちのバランスも考えると、こっちの05番のカラーにしてみます。これはちょっと手に出してみようかな。こんな感じで結構ね健康的な感じの色、細かくラメが入ってんのかな、ピンクのラメが入ってるわ、だからツヤ感がすごい。じゃあちょっとこっちの5番の方を塗ってみます。帽子取りたいんやけどさ、頭がでかくて見せられたもんじゃないので、ちょっとすいません。あ、かわいい。あ、意外と発色いいかも。私最近チークさ、バニラコのさチークしか使ってなくって、バニラコのチークくらい取っちゃったら意外と発色良かった。なんかこういうベビーピンクでこれくらい発色いいチークあんまないかも。あ、可愛いわ、めちゃくちゃ可愛い。なんかこういう粉質のものって何回か重ね塗りしないと発色しないイメージだったんやけど、このチークは少ない粉でも結構パキッと発色する。パキッとって感じ。濃くしたかったら濃くもなるけど、ふわっと入れればふんわり少ない量で色づく感じで、めちゃくちゃ可愛いんですけど、でちょっとお鼻の上にこれだけでいい感じじゃない、なんか。ってことで次はディオール。ディオールをねここずっとばかりに買い込んだ。まずこちらです。嬉しい、やばい、急にテンション上がる。じゃん、ディオールショーサンクルール G23 ピンクオーガンザアイシャドウです。これは今のね期間限定の、ね、限定色でした。可愛くない？ちょっとこういう締め色がグレーになってたりとか、アイボリーのベースカラーと隣に分かりにくいけどベージュっぽいんだけど、ちょっとなんかベージュとグレーが合わさってるようなハイライトカラーっていうのかな、すごい上品な仕上がりになりそうなカラー。アイシャドウこの限定色使ってメイクしてみようかな。もう一個
構別のブランドでも買ってるんだけど、ディオールで久しぶりにアイシャドウ買ったかも。シーンやけどな、行列に並ぶ気力がない。このピンクを取ります。え、かわいい。このさ、チークと相性良くない？ちょっと薄くのっけてみたんやけど、このピンクかわいいかも。さすがオディオールですね。ここの耳が熱い。耳が熱いよ。どうしたらいいの？続きまして、じゃん。ディオールスキンルージュブラッシュチークカラーです。チュチュホログラフィックの212。なんかね、SNS でね、定期的にバズるカラー。ブルベ優勝って感じのカラーで、ラメが入ってる。かわいい。ハイライト塗んなくても、このチークだけで発光する感じかも。たらね、お次が、じゃん。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーの00番。これは、コンシーラーなんやけど、伸ばしていくと、めっちゃ明るいの。シミなんか隠すどころじゃないです。って感じ。めちゃくちゃ明るいでしょ。これをなんかね、ハイライト代わりに使うのがいいんだって。で、ディオールのコンシーラー何個も持ってたから、00番のね、使い方が気になって買ってみた。あとさ、パッケージとか、中身とかがリニューアルされたんだよね、確か。まあ、似てるけど、なんかちょっと触った感じが、もうなんかすでにちょっと違うって感じ。相変わらず使い心地は良さそうなので。またこれも使ってメイクしてみます。次はこちら、じゃん。ロージーグローチークカラーの001のピンクを購入してみました。またまたち、あー爪でやってない？大丈夫？はい、この柄崩したくねー。マジ可愛い。けどさ、使う人選ぶよね。私は可愛いなと思って買ったけど、キリとかは絶対使わんやん。あ、でもね、意外と手に取るとそんな発色しないかも。どっちかというとね、スナイデルの方が発色するよ。白っぽいピンクって感じで発色するから、意外となんかビビって使えないとかでもないかも。重ねて使ってみたい。頬に重ねすぎるとどんどんオカメインコみたいななっちゃいそうなんだけど、ほら、わかんなくない？なんかもっとさ、ピンクってなりそうだけど、なんならベースで仕込めるくらい。チークのベースとしてこれを仕込んで、その後にちょっと発色強い系のチークを上から塗るみたいな感じだといいかも。どんどんチークが濃くなっちゃって、やばい。熱い。ね、キャップにしたんだけどさ、意外とこっちの方がいくね。ごめんなさい、散々見にくい髪型で挑んでしまって。ちょっとキャップで挑みます。美容系にキャップってどうなのって感じなんですけど、今日この髪型でどうしても挑みたかった。すいません。次はね、リップ、ディオールアディクトリップスティックの667のディオールマニアっていう、もう名前からマニア。まあ、どっちかというと私、シャネルの方が持ち物的には多いんですけども、まあ、ディオールマニアっていうね、リップを購入いたしました。もうさ、このパッケージからまず可愛いよね。ネットでコスメを買うときは、やっぱ試せないから、まあ、そこそこさ、こういう高いもの買うときはリスキーだよね。で、私今回結構決定的なミスを一個してしまって、それはまた後で話すんだけど、このディオールマニア。ちょっとオレンジレッドっぽかったかも。カリンが好きそうだから。でも、こういうさ、黒いお洋服着た時とかに、青みじゃなくてヘルシー系のリップつけたい時があるのよ。そういう時とかに、紫とか青み系じゃなくって、こういうオレンジでもないと思う。多分、キリがつけたら、いや、これ青みやねってレベルの赤さだと思うんだけど、割とニュートラルかな。赤とオレンジとピンクのいいとこ取りっぽい感じの。塗ってみよっか。あー。ピンクだわ。で、このシレのリップってさ、伸びがいいから乾燥するこの時期とかにもいいし。え、可愛くね？ピンクレッドって感じだね。ピンクだわ。はい、ということで、こちら、ディオールアディクトリップティント351ナチュラルヌードのティントです。そのティントをね、アットコスメでね、買いに行こうと思ったらアットコスメ売り切れてた。結構発色良くない？このシリーズ意外と持ってなくて、アットコスメでテスター塗ってみたらすんげえ可愛くて、これすごい欲しいと思ってね、ゾゾでこちりました。パキッとね、こういうピンクをね、のっけるのが大好き。私はこういうディオールとか、まあ、シャネルとかそういう系のブランドの色味好きなんやけど、キリとかは逆にディオールとかは色味使いにくいって言ってた。逆にキリが得意なザ・イエベって感じのブランドが逆に私は使えなかったりとかあったりするから、なんか面白いよね。ブランド自体の特色みたいなのもあったりするやん。今度キリに似合う色をプレゼントしたいなと思います。はい、ということで次がですね、この2箱分、2箱とも私の大好きなブランドとなっております。なんと、じゃじゃん、シャネル。
なんとね、ZOZO さ、今のアイテムは ZOZO のお洋服とかと一緒に梱包されてきたんだけど、シャネルだけ別の箱で来たの。びっくりびっくり。で、じゃん、こういう巾着に入ってた。ありがとう。ZOZO にまずシャネルあるんだと思ったし、その ZOZO の中でのちょっと対応も別格でしたね。やっぱおシャネル様、さすがです。ラッピングとかね、選択してないの。なんだけど、ちゃんとこうやって包装されてきたの。マジでうちらのおシャネルさん、本当に素敵なんですけど、てか買いすぎじゃねーって。もう一箱あるの、うん、普通に買いすぎなんだよね。まあ、じゃあまずじゃーん、これは何でしょう。私意外とこういうのね、買ったことなかったかも。シャネルで高いんですけれども、こういうちゃんとポーチに入ってます。かわいい、かわいい、大好き。やっぱりエベージュパレットルガールテンダーのカラーを購入しました。ザ私が好きなカラーって感じの。こういうデパコスには珍しいんだけど、捨て色がないんだよね。高価なパレットなんだけど、捨て色が本当にないから、ここぞって時とかにやっぱ上品なメイクをしたいじゃんっていう時に、これめっちゃいいやんと思って、やっと買った。ずっと欲しかったんだけど、めちゃめちゃ可愛い。これも使ってメイクしていこうと思います。次がじゃん、リップを4本購入してるんですけど、なんと私ね、アホで間違えてね、このね、ルージュココブルーム148サプライズっていうカラーを間違えて2個買っちゃってた。これがネットの悪いところ、間違えて買っちゃうよ、たまに2個とか。すでにカートに入ってるのを忘れてて、あ、いいやんと思って、多分もう一回追加してんの。でも、まあこういう時はね、日頃お世話になってる人にプレゼントしろってことだなと思って。だけど、結構私のカラーってさ、みんながみんな万人受けするカラーじゃなかったりするから、ちょっとこのカラーから確認しましょうかね。私がさ、持ってるバッグ、マトラスであるじゃん。あれにシャネルのルージュを入れる専用のポケットがついてるんですよ。素敵じゃない？そんなさ、女性心をくすぐるようなさ、作りをさ、昔からね、アイコンとして取り入れられてるの、やばいと思って。え、かわいいと思って。大好き、そういうの。あのね、かなり人選びます、このカラー。てか、私もなんで買ったんやろって思うくらい、ドイチーは。これ誰が使えるかな？思い当たる周りのブルベ女子、辰巳も厳しいんじゃねえかな、このカラー。可愛いんだけど、結構紫かも。重ねて塗ったりしたら可愛いか。派手だな。少量ずつ少量ずつ塗ってって感じになると思う。派手な格好したい時とかはいいんじゃないでしょうかね。まあ私はドストライクのカラーなので、いっぱい使っていこうと思います。で、あと2色、ルージュココブルームの124メルベイユドゥシャネル、メルベイユドゥシャネル、ベルサイユのバラのシャネル。ゆうちゃんのこのカラーはジョン。あ、こっち2個の方が多分ね、もらえていたぜ。しかもこれもさ、なんか結構さ、オレンジんですけど。ちょっと待って。でも、なんか春に可愛いよね。多分これもね、青みの一部。青みの部類ではないか。だ、想像してたよりは結構コーラルだったかも。でも春は、やっぱこういうコーラルメイクが私はしたくなるんですよ。もうブルベとかイエベとかそういうの縛られなく、私はコーラルなメイクがしたくなるし、フェミニンなメイク、服装がしたくなる。だから、こういうリップ、あえて買っててよかったと思います。なんかこういう失敗ではないけど、まあ思ってたのとちゃうかもみたいな、お店とかでは多分この色買わないの。いつもの私って感じになっちゃうから、意外と冒険するにはこういうネットで何が届くでしょうゲーム的な感じで、何が届くでしょうゲームでシャネルはちょっとかなりリスキーだからみんなにはやめてほしいんですけど、こんな感じでリップを集めるのもいいんじゃないかなと思います。はい、次。ルージュココの446エッティエンヌのカラーです。キャー！あ、こっちのタイプね。あー、私このタイプのシャーン、口紅大好き。なんかもう、リップとかじゃなくて、口紅と呼ばせていただきたい。お紅です、お紅。みんな憧れるでしょ？このカラーのさ、この形よ、この形。シャネルっていうロゴが出てきた。小さい頃に一度は憧れたであろう、この形よ。ちっちゃい頃で、エミコ、口紅を塗る大人になったんだよ。あー、まだ似てんな。最初のさ、2個買ってしまったリップと色激似。色激似なんだけど、なんかこっちの方が、ちょっとこう、質が固めだから、なんかぼかしたい時とか、マット風にしたい時とか、かっこよく決めたいぜって時は、こっち。こうやってなんか質って楽しむのもいいよね。リップとか、コスメの楽しいとこだなって思います。は、幸せすぎんだけどべ。じゃあ、2箱目には今回欲しかった本命が入ってますね。こちらです。クードルルミエールの40ホワイトオパールフェイスパウダーって記載されてるんですけど、これもこういうポーチがセットで付いてます。これもね、高かった。パッケージが相変わらずおしゃれで素敵です。
で、こうやってブラシがついてて、この蓋をポンってやるとこういうね、上品なハイライトが出てきます。これね、フェイスパウダーって書いてあるけど、私はハイライトとして使いたいなと思って購入した。これね、上品なんよ、ツヤが。なんかね、これ考えが続いてる店舗とかもあるみたいで、喉にはね、ありました。一見白なんだけど、塗ったらちょっとピンクなんよ。ちょいピンクに発光するの。だからピンクチークの上に重ねても可愛いし、鼻筋全体とかに塗るよりも、私はこう鼻先とかこうポイント使いをした方がいいかも。こういうところとか、鼻筋はちょっとね、普通のベージュとかもうちょっとナチュラルなやつの方がいいと思うんだけど、これはこう光が詰まるところとか、ちょっと血色が欲しいなみたいなところにプラスして塗るとめちゃくちゃ可愛いツヤになるなと思った。上品ですね。素晴らしい。以上ですかね。結構買ってたでしょ。普通にお会計見てびっくりしたもん。でもね、これでもかなり減らしたんよ。どうしてもどうしてもどうしても欲しくてゲットした、厳選したコスメたちです。なのでこれを使ってまた可愛くなりたいと思います。最近のね、楽しみはね、コスメ買い漁ったりスキンケア買い漁ったり、もっとこう自分をより良くさせるためにちょっとエンジン拍車かかってる感じなんで、こんな感じで頑張っていこうって感じです。多分もう1ヶ月2ヶ月くらいで私もうちょっとパワーアップしそうな感じ、よろしくお願いします。そんな感じで今年もエンジンぶっ飛ばして、みんな自分磨き頑張っていきましょう。はい、ってことで ZOZO タウンで購入したコスメたちを紹介してきました。またこのコスメたちは普段のメイク動画とかにも出てくるかなと思うので、引き続きメイク動画も参考にしていただけたらと思います。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。